デルガダは、アメリカ海軍の護衛空母。防具急航空母艦の一隻。艦は、海事委任契約の元ワシントン州タコマの、シアトルタコマ造船所で1942年10月9日に、寄港する。1943年2月20日に、ジェームズ・ B ・サイクス夫人によって浸水し、1943年7月15日に、区部マイナス42、艦種変更される。 1943年11月20日に、レンドリースポーに基づき、イギリス海軍に移管され、スピーカーと命名された。機材の積み込み後、イギリス海軍の乗組員による公やみが行われ、スピーカーは引き渡された。1943年11月20日に公式に、収益しタコマ造船及び、アメリカ海軍によるセレモニーで、白色機が掲げられた。 スピーカーは12月6日に出航する。これらの護衛空母は、イギリス海軍の企画への修正が求められ、カナダのバンクーバーで改修が行われ。これらの改修では、飛行甲板の拡張、艦載機の搭載方向、格納庫の修正、宿泊設備と貯蔵庫、安全対策、海上給油設備、搭載法及び艦内連絡設備、無線通信設備の追加などが行われた。 バンクーバーでの改修が完了すると、1944年3月8日にパナマ運河を通過し、バージニア州ノーフォークでの追加作業後、ニューヨークのスタテン島で武士と兵員を乗せ3月8日にリバプールに向けて出港する。スピーカーは東へ向かう船団と共に巡航し4月8日に到着する。その後2度目の航空機輸送を行うため再びアメリカに戻る。5月17日に、 スピーカーはグリーノックで対面状態にあった。攻撃空母として陸軍の作戦を支援するため、スピーカーはダンディのカレドンシップビルディングエンジニアリング社でさらなる改修が行われた。時間のヘルキャット艦載機部隊の訓練が完了すると、スピーカーは10月16日から12月14日まで訓練空母として訓練を行う。バラクーダ、ソードフィッシュ。 ヘルダイバーによる1500回近くの着艦が行われた。スピーカーは1946年7月27日にアメリカに返還され、1947年4月22日に商船として売却、ランスローと改名された。その後1965年にプレジデントアズマニア、1971年にラッキーワンと改名され、1972年に スクラップとして台湾で売却された。ありがとうございます。